今回は紅葉の撮影の中でもですね、紅葉でなければ表現できない、水面に映り込んでいる紅葉を生かすという方法についての説明をしてまいりたいと思います。それではまずこちらの画像をご覧ください。こちらは長野県御射ヶ池というところなんですが、紅葉のお撮影です。カラマツがですね、紅葉してきて、まあ、全体に紅葉も始まっている状態なんですが、こちらが3日後の風景になります。まるでイメージが違うと思うんですね。この違いをちょっと見ていただきましょう。3日間でですね、このぐらい変わるというのをちょっと見ていただきたいと思います。もちろんこれ別の日に撮ってますので全く同じというわけではないんですが、見ていただくと分かると思うんですけども、こちらのですね、紅葉のこの部分、この部分がちょうど良かったんですけども、こちらも落ちてしまっていますね。でこちらはまだ紅葉してないんですが、こちらは今度紅葉をし始めていると。でここのところはとても違いますね。この紅葉がですね、このぐらいの紅葉になっていると。カラマツもですね、だいぶこちらは色づきがむしろ進みすぎてですね、もう終わりかけているということですね。よって風景写真を撮る場合にですね、毎回同じ環境というのはないわけで、このように3日の違いでこれほど違いが出てくるということが言えるわけです。ですのでその撮影するにあたってはですね、その時々が勝負ということになりますね。では映り込みの部分の説明なんですけども、こちらの上の紅葉とですね、下の紅葉を同じ比率で入れて真ん中でですね、このラインを切ってしまうということがあるんですが、まあ、ほとんどの場合ですね、これを真ん中でシンメトリー、上下のシンメトリーで表現するというのはあまり効果が出ないことが多いです。よってそこの部分よりもですね、このような比率で構成した方がバランス的にはいいと思います。こちらの画面はですね、16対9の比率で撮っています。まあ、このように16対9の比率、3対2という比率であってもですね、全体のバランスというのはやはり一緒ですので、映り込みの美しさはよくわかるんですけども、主題となる部分をですね、やはり強調するという方がおおむね写真としてはいい表現になると思います。逆に言うと、その映り込みをうまく利用する方法もありますね。ではシチュエーションをですね、見ていただきたいと思います。こちらは御射ヶ池の端の方になりますけども、このように光が今奥の山に当たっています。紅葉がですね、こちらの湖面に映ってるわけです。少し下がってですね、どのぐらいの位置に紅葉を入れたらいいかというのをこの画面上で見ていただきたいと思います。このような形で撮ると入るわけですけども、先ほどのシチュエーションから撮影したのがこちらの作品になります。いかがでしょうか。全体の紅葉のバランスをですね、光が当たっていてですね、紅葉の映り込みが入ってはいるんですけども、他にですね、いろいろな映り込みが入っていますね。例えばこちらの部分、この部分にですね、空の映り込みが入ってしまって真っ白くなってしまっています。上の強く右上に当たっている光もですね、映り込みになれば色は確かに出ているんですけども、ポイントがですね、こちらの中央のこの島のような形のポイントからずれてしまっていますね。まあこのようになりますと、この黄色い映り込みももう一つ生きてこない。そしてこの中央にあるですね、この松の感じとですね、奥にある緑も重なってしまっているということになります。まあ、このようにせっかく美しいシチュエーションであってもですね、生かしきれていない構図ということになってしまいます。それではどのように狙ったらいいのかということですね。まずその撮影したポイントを見ていただきたいと思います。このような場合は高さが必要ですので、今高い位置からですね、先ほどの場所をズームアップで見ていただきます。このような感じで近づいてみるとだいぶ映り込みが綺麗に見えますね。最終的に調整して撮影したのがこちらの作品になります。レンズの焦点距離が 229mm、 そして絞り56、開放にしています。これは水の映り込みがですね、あまり合ってしまうとですね、
非常にごちゃごちゃした感じになってしまいますので、ここをすっきりぼかしてですね、色彩として表現するという意味で開放で撮っています。開放で撮るということになりますと、ピントが非常にシビアになります。この場合にはライブビューを使ってですね、正確にピント合わせをしていただきたいと思います。うまく紅葉を生かして撮影をしていただくという場合には、紅葉の鮮やかさもそうなんですが、このように紅葉を逆にですね、背景色として使ってしまうという方法もあると思います。ちなみに言いますと、同じ手法を使って撮影したのがこちらの作品になります。こちらもですね、カモが泳いでいる様子をですね、背後にある紅葉に光が当たっている映り込みを利用して撮った作品です。こちらも望遠で撮影をしております。300ミリの焦点距離で ISO 400 絞り開放で160分の1秒というシャッタースピードになっています。この場合には遅いシャッタースピードになるとブレてしまいますので、できるだけ速いシャッタースピードを選んだ方がいいと思いますね。もちろん映り込みという部分もありますので、色彩のボケた感じが面白いわけですから、そういった場合には絞りを開放で撮るということはポイントとして言えると思います。紅葉と言いますと、どうしてもその紅葉そのものに目が奪われがちなんですが、ポイントとしてはですね、このように光が当たって、逆に言うと当たりすぎてですね、紅葉そのものがあまり面白くない、単調になってしまう場合にはですね、今回のように映り込みというものを利用してみるのも一つの方法ですね。いろいろな視点から表現をしてみるということで、一つの紅葉をですね、ストレートに見るだけではなくて、このように映り込み、もしくは光の差し込む具合を見ながらですね、ぜひいろいろな表現に挑戦していただければと思います。